アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが仲間の陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月23日、場所は広島小池公園第2球技場にて、2022中四国学生アメリカンフットボール選手権決勝トーナメント優勝決定及び甲子園ボールトーナメント出場代表決定戦、愛媛大学ボンバーズ対山口大学ギャンブラーズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側ホームスタンド側に陣取りまして、本日はカラーユニフォームをまとっておりますのが愛媛大学ボンバーズ。1976年創部の中四国学生、四国においてその名前をとどろかせる強豪チームです。近年は高クォーターバックである竹内、そして浜倉を擁し優勝戦線を賑わせている強豪チームとなっています。対しまして反対側バックスタンド側に陣取りますのは、本日はビジターホワイトのユニフォームをまたっています山口大学ギャンブラーズです。こちらは1980年創部のチームとなっています。中四国の最西端山口県にその在籍をし、かつて20世紀末頃には非常に強いチームとして届いておりましたが、近年は X ディビジョン2に甘んずる数年間が続いていました。しかし今季久方ぶりにディビジョン1に復帰、その復帰初年度にしてこの代表決定戦に駒を進めてまいりました。最昇格1年目にして優勝という破業をなそうとしてこのフィールドに立っております。この陽遊による一戦がまもなく行われます。さあ両チーム首相幹部一同が中央に集まってまいりました。まもなく試合開始前のポイント数が行われます。手前側カラーユニフォームパープルをまとっていますのが愛媛大学、奥側ビジターホワイトのユニフォームをまとっているのが山口大学です。この試合は優勝決定戦であり、そして甲子園ボールトーナメント出場を決定する代表決定戦でもあります。山口大学前半レシーブ、愛媛大学キックオフ、山口大学リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式計時で行います。さあ両チームによる様子をもう1回ハドルかけまして、まもなく試合開始となります。試合は愛媛大学のキックオフにより開始する形になります。キックオフキッカーを務めますのは愛媛大学17番の田中、紅葉高校出身の1年生です。このリターンは山口大学陣30ヤードを超えたところでボールデッドとなります。この位置より山口大学の攻撃と変わります。
アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃に1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは山口大の攻撃、自陣31ヤードからファーストダウン点1回目の攻撃に入ります。パスでゴー、パスだ。まず山口大学は開始点より後方より1回だけできる前パスを選択しました。このパスワイドレシーバー14番に通して攻撃権更新、1回で攻撃更新しました。山口大学ファースター、パスを取りました。ワイドレシーバー14番は中山、城北高校出身の1年生です。さあまずパスプレーから入った山口大学、自陣47ヤードからファースターアンテン、1回目の攻撃続きます。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。ここで山口大パスプレーが続きました。今度は外にいるワイドレシーバーのヒッチパス、横に投げる形の前パスでこれを取りました。7番、そこから見事なキャッチアンドラン、相手ディフェンスを振り切り、そのまま一気に相手陣深くエンドゾーン手前まで前進しての攻撃権更新。山口大学ファースト、素晴らしいプレーをしましたな。山口大ワイドレシーバー7番の桑野、新宮高校出身の4回生。さあこれで山口大学は相手陣3ヤードからの攻撃です。ファーストダウン、トゥーゴール。三度のパスプレーです。今度はエンドゾーン奥へのパス、ターゲットは3番でしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。前パスの失敗ですと元の地点に戻り次の攻撃という形になります。従いまして次は山口大学セカンドダウンの攻撃、2回目の攻撃と変わります。山口大学相手陣3ヤードからセカンドダウン、トゥーゴール。今度は左側へのパス、ターゲットは7番でしたがこのパスはオーバースロー、パス失敗になりましてサードダウン3回目の攻撃になります。山口大学相手陣3ヤードからサードダウン、トゥーゴール。この3ヤードの攻防、果たしてどのような結論となるでしょうか。ここでホイッスル、チームタイムアウト。山口大学ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることができます。山口大学ここで一旦作戦を打ち合わせるためのタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを解けます。山口大学サードトゥーゴール、残り3ヤード。さあどうだった。さあキャッチアンドランにより攻撃権更新、エンドゾーンを目指しましたが、しかしゴール前1ヤードで止まっています。
山口大学フォースダウン4回目の攻撃に入ります。ここで反則が発生しています。フィード上に黄色いウエスが落ちますと反則発生を意味します。この反則は果たしていずれのチームにあったでしょうか。イリーガルフォーメーション、山口大学オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でオフェンスを行いました。オフェンスには定められたポジションがあります。これを守れず先ほどはプレーを行いました。5ヤードばったりとなりまして、サードランやり直しです。山口大学相手陣11ヤードからサードトゥーゴータッチダウン。ここでクォーターバック4番パスによるタッチダウンとなりました。ワイドレシーバー7番これを見事にキャッチして果たしタッチダウンとしています。山口大学6点獲得。そしてトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。キッカーは3番が入っています。このキックを3番ミキ見事に決めまして1点追加。山口大学7点、愛媛大学0点。まず山口大学がタッチダウンで先制としました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはその後のワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点します。これに自殺点2点が入りまして、そのアメリカンフットボールの得点方法は2点、3点、6点、7点、8点となります。この組み合わせによりまして引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた山口大学のキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。従いまして必然的に失点をした側が次の攻撃を得る格好になります。さあ愛媛大リターンに入ります。リターナー21番、イギオ君失踪しようとしましたが、しかしこれは次元25ヤード付近で外へ出されました。しかしこの試合から愛媛大学の攻撃に変わります。なんか萩さんがやぶやぶ。さあ先に点を奪われました愛媛大、この反撃のシリーズ見逃せることできるでしょうか。ボールオンは自陣27ヤードから愛媛大学ファースト点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。パス不成功、愛媛大学もここでパスプレーから入りました。ランプレーのフェイク、プレイアクションからクォーターバック4番タイトエンド99番へのパスでしたが、このパスはタイミング合わずパス不成功となっています。パス失敗ですので元の地点に戻され、次の攻撃セカンドダウンに変わります。愛媛大学自陣27ヤードからセカンドダウン点、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ今度はパス成功です。クォーターバック4番、今度はワイドレシーバー17番にパスを通しまして約5ヤードのゲイン。パスを投じましたクォーターバックの4番は本間牧野高校出身の4回生。
取りました。ワイドレシーバー17番は田中、紅葉高校出身の1年生です。愛媛大学自陣32ヤードからサーダウン5、失礼、サーダウン6に訂正します。これは山口大学ナイスディフェンス。愛媛大学ここでパスに見せかけドロープレー、カウンター気味にランプレーを入れましたが、しかしこれを山口大学73番が対応しまして約1ヤードロスに変えました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。素晴らしい対応をしましたのは山口大学73番の鍵谷、智弁学院出身の4回生です。愛媛大学フォースダウン7、フォーメーション変えましてパントフォーメーションとします。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。素晴らしい飛距離のパントを蹴りました。これによりまして攻撃権は上等という形になりますが、このポイントは山口大学陣29ヤードという形になります。攻守交代です。パントは攻撃放棄となりますが、そのキックにより大きく陣地挽回を図ることができます。これを愛媛大学見事に成功させました。しかしここで反則がありました。ディフェンス山口大学の方にイリーガルフォーメーション、オフェンスの愛媛大学の反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体系でパントを行いました。パントはオフェンスの一種になります。オフェンスと同じルールが施行されます。定められたポジションを守らなかったための5ヤードの罰退を課されます。従いまして愛媛大学フォースダウン12でプレー再開です。愛媛大再びパントフォーメーションを取ります。パンターは73番、山口大、今度はリターンに入ります。このリターンはしかし大きく返すことができず、山口大学陣34ヤードでボールデッドとなりました。この位置での攻守交代です。しかしここで再び愛媛大学イリーガルフォーメーションを犯しました。先ほどのパントを再び無効となります。5ヤード下がりましてフォースダウンやり直しとなります。さらに下がりまして愛媛大学自陣19ヤードからのフォースダウン17のシチュエーションになります。しかしそれを超える大きいパントです。結果的に山口大学陣34ヤードの地点でストローが出ました。攻守はこの位置で交代という形になります。今度は反則はありませんでした。パントチーム、オフェンスチームは最前列に最大7名、最低6名、最低5名、そしてバックスという形になる選手が4名以上という形には本来ならない形になります。最前列の人数以上に後列バックスが多かったための反則が2度続きました。しかし結果的にそのボールの位置は山口大学陣34ヤードからの攻撃という形で山口大学に上等になります。山口大学ファースター、ここではイエローフラッグ、反則が発生しています。スナップ前の反則です。オールスター、オフェンスの反則です。オールススタート、不正なスタートを切りました。
オフェンスチームは定められたタイミングで揃ってスタートしなければいけません。またプレー開始前に特定の選手以外1秒以上静止が求められます。これが守れずプレーを始めました。5ヤード抜体となります。山口大学自陣29ヤードからファーストダウン15、攻撃権更新必要ければ15ヤードとなりました。クォーターバック4番ワイドレシーバー81番にパスを通しまして約4ヤードのゲインです。パスを取りましたワイドレシーバー81番は木下、池田高校出身の1回生。山口大学ボールオン自陣33ヤードからセカンドダウン11ヤード。クォーターバック4番再びパスを通しました。ターゲットは同じく81番、今度はミドルゾーンにパスを通しまして約8ヤードゲインを果たしています。ワイドレシーバー81番木下、1回生ながら素晴らしいキャッチを続けています。山口大学ボールオン自陣41ヤードからサーダウン3、 3回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は3ヤード。パスの成功、クォーターバック4番再びパスを投じようとしましたがプレッシャーからそのパスのコントロールを乱し、ワイドレシーバー14番には投げましたがしかし弾かれパス不成功に終わりました。フォースダウンに変わります。山口大学フォースダウン3パントフォーメーションを選択します。このバントは愛媛大学陣40ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代です。攻撃権変わりまして今度は愛媛大学の攻撃と変わります。コメントありがとうございます。道前さんは先ほどそのメッセージに答えるように山口大学先生のタッチダウンを挙げております。馬淵様その声援が届いていると思います。 TT 様清様の、山口大学の応援メッセージありがとうございます。愛媛大学の方もぜひ忌憚なくメッセージください。さあその愛媛大学の攻撃となります。ボールオンは自陣41ヤードからファーストダウンテン。スナップフィッシュ、ターンオーバー。その最初のプレーで愛媛大学スナップミスが発生しました。転がりましたボールを抑えたのは山口大学、したがってこの時点で攻守交代となります。ターンオーバー。さあこれによりまして攻撃権得ました山口大学、相手陣35ヤードからの攻撃に入ります。山口大学ファーストアウト。ナイスファースト。ランニングバック99番トスを受けて左オープンへのランプレー。
相手タックル弾き飛ばし攻撃権更新ファンスター。素晴らしいランをしましたのは山口大学99番のウコン、山口高校出身の1年生。山口大学相手陣17ヤードの地点に進みましてのファーストダウンテイ、ワイドレシーバー7番ダブルカバーを競り勝ちエンドゾーンでキャッチ。山口大学タッチダウンで6点追加としました。素晴らしいタッチダウンパスキャッチを決めましたのは山口大学7番の桑野、新宮高校出身の4回生。そしてトライ4ポイント、キッカーの三木、新宮高校出身4回生が入ります。キック成功1点追加、山口大学14点、愛媛大学0点となりました。なんと序盤から山口大学がパス攻撃をことごとく成功させ、一気に2タッチダウンを奪う形で試合は始まっております。現時点まだ第1クォーター残り時間4分43秒です。失礼しました、残り時間4分41秒です。さあ、その山口大学のキックオフで試合再開となります。愛媛大ターンに入りますが、中央抜けていく、リターナー29番高見中央突破し、自陣35ヤードの地点の攻撃を確保しました。愛媛大学リターナーは21番川崎、廿日市高校出身の3回生です。愛媛大学自陣35ヤードからファーストダウンテン。愛媛大学ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。先ほどのオフェンス開始時にオフェンスメンバーが揃っていなかったようです。ここでの不利および反則を取られることを避けるため、ここであえてタイムアウトを取りました。愛媛大学の背番号の進行をお知らせします。愛媛大学77番が61番に背番号を変更します。愛媛大学77番の口代の背番号が61番に変更となります。さあ、タイムアウトを解きまして試合再開となります。愛媛大学自陣35ヤードからファーストダウンテン。今度はクォーターバック4番自ら抑えました。しかし大きく交代する形になります。
いわゆるセンターからバックスに渡すスナップはその最初のプレーでもあり、この制度自体がプレーそのものを行う前の重要な要素になります。このミスが現在愛媛大学にトラブルとして発生しています。愛媛大セカンドダウン22。再びスナップミス。これもなんとかバックス22番が抑えていますが、さらに後退する形になりました。遊びたマイクだ。うわーうわー。サーダン残り32ヤードです。愛媛大学サードダウン32という状況になりました。ボールオンは自陣13ヤード。ここでクォーターバックがパスを投じようとしたようですが、しかしここでイエローフラッグも発生しています。反則発生のシグナルがあります。イエローフラッグが2つ出ましたが、後から出た1つを取り消します。1つ目の反則、イリーガルフォーメーション、愛媛大学ペナルティーディズライフォースダウン。先ほど2つオフェンス側に反則ありましたが、いずれもこれは山口試合取りません。プレーそのものが失敗しているという形を取りまして、ダウン1つ進めます。先ほどのプレーランプレーの際にクォーターバックが右に展開して結果的に潰されましたので、さらに5ヤードロス。愛媛大学フォースダウン37という状況になります。さっぱりです。母さんって思い出してるんだけど、さあこのフォースダウンロングパントフォーメーションを選択します。このパントは自陣に脱することできず、愛媛大学陣35ヤード付近で外へ出ました。この位置での攻守交代となります。愛媛大学反撃の機会を伺いたかったところですが、ここでセンターのスナップにトラブルがありまして、結果的に陣地挽回を図ることはできませんでした。山口大学相手陣39ヤードの地点からのファーストダウン10という攻撃を開始いたします。山口大学ファーストダウン。クォーターバック4番、ワイドレシーバー14番へヒッチパス。これを取りました14番、そのまま中央とそのまま縦に突進しまして攻撃権更新です。山口大学ファーストダウン。パスを投じましたクォーターバックの4番は中田、京都高校出身の3年生。そして取りましたワイドレシーバー14番は中山、城北高校出身の1回生です。山口大学相手陣27ヤードからファーストダウン。さあ今度はランプレーです。トスを受けましたランニング枠99番、左オープンを疾走縦に上がりまして約8ヤードのゲインとしています。ランニング枠99番はウコン、山口高校出身の1回生。山口大学相手陣19ヤードからセカンドダウン2。
ス不成功。今度は外へ展開したワイドレシーバー7番へのフレアパスでしたが、このパスは不成功です。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。イエローフラッグが出ています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。握ってもいけません。押すだけが許されています。10ヤード抜体という形になります。山口大学セカンドダウン12、ボールオンは相手陣29ヤード。不成功。クォーターバック4番、ここでワイドレシーバー7番めがけてパスを投じましたが、これは愛媛大学ディフェンス陣がカバーしており、パス不成功となりました。ダウン1つ進んでサードダウンに変わります。山口大学サードダウン12、ボールオン相手陣29ヤード。さあここでドロープレーを挟みます。パスに見せかけたランプレーでランニング枠99番中央突破で攻撃権更新を図りましたが、しかし残り7ヤード残したところでフォースダウンに入ります。しかし素晴らしい粘りでした。何枠99番はウコン、山口高校出身の1回生。フォースダウン残り6ヤードです。山口大学フォースダウン7フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス40ヤード。そのキックを務めますのは3番の三木、新宮高校出身の4回生。最高3点獲得。山口高校三木、見事にフィールドゴール決めまして3点加点。山口大学17点、愛媛大学0点。そして得点を挙げました山口大学のキックオフで試合再開となります。さあ愛媛大リターンに入ります。しかしここでホイッスル。このキャッチをしました際に膝をついておりました。従いまして愛媛大学陣20ヤードからの愛媛大攻撃に変わります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして愛媛大学0点、山口大学17点、山口大学がリードする形で攻守方向入れ替わります。